僕ね、こんなこと言ったらすごい誤解されるけど、僕ね、森さん、ね、もうおじいちゃんいじめないでって感じ。間違わないで、僕ね、そう言われたら、先生、女性蔑視ですから、違うんですよ。僕は本当に森さんのあの発言はアウトです。アウトだからといって、森さんが一生懸命やってこられたこともきっとあって、それもあったんでしょう。それを全部100か0か、白か黒かって分けるマスメディアが好きじゃないだけなんですね。僕ね、なんかね、こう、もうね、森さん見てると、何年か前で、ね、日本って言ってなってからのあの年の取り方、いや、ものすごく急に年取ってますよね。おじいちゃんじゃんと目を落ち込んで、もう確かに総理の時はあの人問題発言多いんですよ。だからといってなんかみんなで総攻撃するのは、でもね、いやいや、ね、うちの身内も言ってました。いや、でも海外でも問題になってますよ。でもね、海外で問題になってても、僕みたいにまあなーって思う人もいるけど、許せないわねっていう部分だけをカメラテレビで世界中がみんながもう「森ー！」みたいなね、怒ってるかっていうと、そこだけクローズアップされてやると、だからそういう意味では、あ、日本の世界って怖いなって、何かあると100ゼロ。正しい間違いでドーンドーンドーンみたいなね、動いちゃうんで、まあね、そういう意味では、これもね、カウンセラーになってからできた僕の眼差し。僕ね、みんなが悪い悪いって言われると、なんかいいとこ探したくなるんですね。みんなあの人素晴らしいって言うと、そうかなって。変わり者が一人ぐらいいた方がいいんですよ、天邪鬼が。だからそういう意味では、僕はみんなが正しい、みんなが正しいっていう時、戦争だって言った時に、一人だけでも本当に戦争って必要なんでしょうかっていう人を作っとかないと。だからみんながっていう時に、僕すごいアレルギーを感じるんですね。で、僕が今回アレルギー感じてるのは、怒らないっていうことは、それは、言えば女性蔑視ですよって。絶対にみんなが怒らないといけないのかなと。もうあれはねって言って、まあねぐらいで思ってる人もいるわけで、ね、だからそういう意味では、なんかこれも別のなんか蔑視だなと。これを正しいって言い出したら、それに反対しない人たちは女性蔑視だっていう見方って、なんか魔女裁判みたいだなって。だから自分がその立場になったら怖いなって。ノリ、まあね、だからそういう意味ではノリで出てくる言葉は基本的にその人の日々の考え方が、多分森さんはそういう人なのかもしれない、昔の人なんでね。ただちょっとした言動をみんなで延々に攻撃し続けるとなり始めると、僕はちょっと僕の中のアレルギーが起こり始めて、みんなが「ひどい人、話許せない！」って言った時に、そうね、でも自分の中にもそういうのもあるしなって思える、ちょっと引いた優しさ、間、人って、人間って人の間って書くんで、僕間が欲しいんですよね。間がないのはなんか怖い社会だなって。みんなが100ゼロ、正しい、間違い、黒白みたいなね。そうなってくると、みんななんか白であり続けないといけないっていうことが、このうつ病社会を作ってるし、自殺する社会を作ってるし、もうちょっとファジー、曖昧模糊、大体大まかでいいんじゃないのっていう感じ。すいません、こんなこと死んでも YouTube で言えませんね。もう絶対炎上ですよ、ね、この先生ひどいみたいな、女性蔑視みたいな。僕、女性全然蔑視じゃないです。本当に女性は素晴らしいと思ってるんだけど、そういう言動だけ取ってカットされると、多分僕は女性蔑視発言をしたっていう人になるんだろうなって思うことの、その作為的な怖さをね、なんかテレビから感じたり、マスメディアから感じて、イエス・キリストがね、あるこう不貞を働いた女の人に、ね、みんなが、村人が石つぶてを投げて、ね、まあ、それが当時の、ね、まあ刑法というか、みんなで石を投げようとした時に、その中でイエスが出てきて、どうしたのですかって、ね、この人は立法、法律、その当時のユダヤ人の立法を裏切って、ね、不貞を働いた女です、だから、そうですか、あなたも投げなさいって石を渡された時に、イエスはこう言ったそうです。私は投げないでおきましょう。
皆さんはご自由に、ただし皆さんの中に一度も人に恥ずかしいと思ったり、人を知らないで傷つけたり、悪気がなくて言ったことが誰かを誤解したり、そういうことが一度もなかったっていう人から石を投げられたらどうですか。私はとてもとても投げられないって言って、イエスは石を投げなかったんですね。そしてパッと伏せてた目を上げてみると、村人たちがいなくなって、その不手を働いた女の人だけが残ってて、村人たちはどうしたのですか。みんな石を置いて去っていきました。そうですか、じゃあ私もあなたの元から去りましょう、もう二度とあなたは自分の正しい生き方をしてくださいねって言って、イエスは去っていったそうですね。僕ね、こういう話を聞くとやっぱ涙が出るんですね。こういう人たちが世の中にやっぱりいてほしいなって。もし皆さんが優しい、心優しい社会を作りたいんであれば、政治家を憎まないで、社会を憎まないで、皆さんの置かれてる場所から実現していきましょう。まず皆さんが聞いてあげてください。年老いた親が体が痛いの、腰が痛いのって言ったら聞いてあげて、体痛いね、年ね、腰痛いねって、お母さんみたいに年齢いったら痛くなるんよね、だいたい聞かないから。体は痛い、年取ったら痛いわ、もう痛い痛い歌って始まらないじゃない。これは変えようとしてます、分かろうとしてないです。そうすると寂しくなるから、おじいちゃん迎えに来ない、迎えなんか来ない、そんな言い訳なこと言わないで、お母さんも、あなたが追い込んでるんです。体が痛くて痛いんだね、お母さん、お母さん、お母さんのいろんなそういう話聞かせてもらうと、私も心の準備ができるわ、いろいろ痛いんだよね、あんたがいてくれるから私も頑張れるわ、いや私もお母さんがそうやって頑張って生きてる姿を見て、そっちの方が頑張ろうとします。おじいとおさん、まだ迎えに来んでいいよって言ってくれます。正そうとするな、分かろうとせよ、分かろうとするのは愛です。正そうとするのは皆さんが正しいと思ってるからです。ニーチェは最後に言いました。ニーチェという哲学者は、世界は深いと、皆さんが思ってるほど単純にこの世界は作られてないのに、皆さんは今までの経験値から自分が正しいと思ってる人が一番世界を間違った方向に持ってくる。自分たちが正しいと思って戦争を始める。だから僕は最初に言いました、弱い側に行きたい、弱い人の気持ちを僕は代弁できる。みんながあの人は正しいって言った時は、僕はあえてそうかなと思いますけど、みんなが攻撃し始めると僕のスイッチが入っちゃうんです。もし皆さんが誰かに追い込まれて誰も信用してくれなかったら、僕は皆さんの味方になりたいと思ってます。みんなが今日言ってますよって言っても、僕はあなたを信じます。なぜならば僕を信じてくれたからです。体験の時に来てくださいとお願いしました。来た方がいいと言いました。でも信用してくれて、今日の授業があったんですね。皆さんが一歩踏み出したからです。そして皆さんがお声をかけてくださった人が今日感動してたら、それは皆さんの世界を変えた証拠ですよね。今回はどんな人の話も全て皆さん受け入れて聞いていますかという講座の一部から抜粋をしました。ただ元東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長の森さんの話は、もしかしたら皆さんに誤解を生じさせたかもしれませんね。でもね、僕は心理の仕事をして心理カウンセラーをしていると、外に現れている世界よりも大衆の中の深層心理にどうしても注目をしてしまいます。心理学者カール・グスタフ・ユングは、深層心理の中にも男女の性差があって、そう、心の奥底の中にも隠された男女があることを突き止めました。深層心理にある勝つか負けるか、正しいか正しくないかという分ける直線的な男性アニムスに対して、調和で寛容で許しといった曲線的に包み込むような女性性アニマが存在していると彼は言っています。僕は誰かが自分の正義で人を強く糾弾している時、その人の中にも勝ち負けにこだわりすぎる無意識の男性性アニムスが隠れているような感じがする時があるんです。だから
落ち着いて穏やかに対立がした時は語り合い、柔らかなジェンダーフリーな男女にこだわらない社会を僕たちは目指したいものですよね。もうすぐ暖かくなります。笑顔で日向ぼっこでするような人生を僕たちは持ちたいなと、この時期そんな気持ちになります。また皆さん、この教室に遊びに来てください。その場所はここに設定しています。今日はこの辺でバイバイ。